おはようございます。す。4 48月15日、午前9時48分、モーニングショットをお届けしたいいと思いますまずはじめに本日の売買方針でございますが本日はドル円は109円の1525で売りから109の4 5にストップを置いて108の7060での買い戻しをユーロドルは1.196050で買い1.1925にストップを置いて1.200515で利食いを ユーロ円は130円の2515で買い129円の90でストップ130円の5565でリグイをポンド円は149の8070で買い149の50でストップ150円の4050でリグイをタイドルは1.376050で買い1.3730でストップ1.382030でリグイを オージーエンは83の8575で買い、83の50でストップ、84の4555でリグイを、えー、タイドルは0.7700、7690で買いから、えー、7670でストップ、0.776070でリグイを、えー、ニュージーエンは77円の5040で買い、77の20でストップ、78円の1020でリグイを。 タイドルは0.712010で買い0.7085でストップ0.7190ちょうどで、えー、利食いを考えております。えー、本日、まあ、109円ちょうど近辺で、えー、ドル円は膠着しそうな雰囲気が強いです。えー、というのも109円ちょうどで本日、えー、ニューヨークカットで4億6600万ドルあ。1本が100万ドルですけれども466本、えー、満期がございます。 でなおかつ108円の90と95に140本と105本満期があってさらに9円のちょうどの上はです丸、ね、5で265本1丸で164本1号で270本,で本で2丸で133本2号で270本と5000刻みにかなりまとまったこれだけの要するにオプションがありまして90から25までで相当な金額に上ります。 さらにまた109円ちょうどは明日のニューヨークもカットがあるというような話を聞いておりますそうなりますと、えー、まあこれがあのオプションがですねドルコール買う権利なのかドルプット売る権利なのかこれわ分からないんですけど例えばそのおこれが1ヶ月ものとかもしくは2ヶ月ものとかとこう期間が長いようなオプションだとすればほとんどその以前は えー、109円まで届かないところで推移をしていたわけで、えー、それを考えますと、えー、下の時に、えー、もっと安い時に109円を買う権利、要は、えー、かなり、えー、のプレミアムが安い、そのアウト・オブ・ザ・マネーと呼ばれるところで、えー、買ってるドルコールなのか、もしくは、えー、瞬間的にその110円を超えて、えー、瞬間的に跳ねた1週間ぐらいの中で、 109円でドルを売る権利、アウト・オブ・ザ・マネーのドルプットを買ったかですね、どっちかなんですね、でじゃないとその、例えばその110円台の後半で109円のドル買いをしたいというオプションだと、非常にプレミアムが高いですし、もっと安い時に、105円、6円の時に109円でドルを売る権利とかっていう考えたら、むちゃくちゃそれは高いわけです。 やはりそれはアウト・オブ・ザ・マネー、現状レートよりも例えば離れたところでのストライクにする、要するに現状よりも不利な状態で例えば売ったり買ったりできる権利を購入するというのがオプションの一般的な考え方ですから、それを考えると、ほとんどのケースは短めのオプションであるならばドルプット、えーで。そして、 あと長めのオプションだとすればドルコールなんだろうというふうに一応考えます、ただこれはどっちの方向なのかよくわからないんですね、それを考えますと、えー、例えばそのドルプットであれば、ドルを売る権利ですから、そのストライクよりも安いところになれば、そのプ,プットを見合いに下を変える、買ってもしドルが上がれば上、それをリグでまた下をもう一回買い直すという形になりますし、えー、ドルコールであれば、 それで買う権利を持ってますから上に吹き上がったら先にまず売るで下がってきたらそれを買い戻すという、えー、どっちのオプションもですね109円を挟んでもしくはそのストライクを挟んで上がれば売る下がれば買うというオペレーションをする形になりますそれを考えるとやはりあの8の90から9円の25ゾーンの中でそれを考える,考えると90から下 80代はそれなりに買いが出てくるでしょうし、70代はもっと出るだろうという発想で、一方、上がったところ、1号から2号よりも上になれば、売ってくる確率が高いというふうに判断をいたします。そういった状況を考えますと、やはりイメージ的にはです、ね、私はやっぱりドル円は9円の前半をまず売りから入ってみたいと、そんなようなイメージで本日の売買方針を作りました。まあ、黒線は えー、まあドル円が比較的109円で膠着する状況の中で多通貨ドルがドル売りになる多通貨が上昇するという方向であるならばクロス円は買いから入る方向だろうという風うに思いましてドル円だけ売り残りは買いからという風うに、えー、本日の売買方針を作成をしておりますまた本日何かございましたらぜひよろしくお願いしたいと思いますモーニングショットこれで終了です